どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。9月の末くらいにふるさと納税の動画を公開したところ、こちらねたくさんの方にご覧いただきました。反響もすごくてコメントもねたくさんいただきまして、こうコメントを見ているとふるさと納税には興味があったけど、今までやり方とかメリットとかそもそもねどんな仕組みなのかっていうのがわからなかったけど、やっとねその動画で理解できたといった声をねたくさんいただきました。こうね多くの方にふるさと納税がやってみたらめちゃめちゃ簡単でメリットしかないねお得な制度だというのがね伝わって僕は嬉しいです。ただこの前ふるさと納税をまだやってない友人がいたんで、なんでやってないのっていうふうに聞いたら、その友人がふるさと納税はお金持ちの人のための制度だよねっていうふうにね言っていたんですよね。で何をもってまあお金持ちというか分かりませんが、こう単純計算しても、例えば年収が150万円以上とかあったら、だいたい7000円から8000円ぐらいの返礼品をね受け取ることができたりするんですよね。独身またはお共働きの場合だったら年収300万円とかだったら2万7000円くらいとか、こんな感じで年収が多ければ多いほどよりねメリットがあります。なのでまあ何もしないよりはね当然メリットがある制度だと僕は思います。このおおよその想定納税額、これがね寄付限度額になりますので、その分の返礼品がもらえるんだったらやってみたいというね興味を持った方は、ぜひこの動画を参考にふるさと納税をやってみてほしいです。何度も言いますがメリットしかないです。で前回動画を出した時は10月からふるさと納税の制度改正されるということで、返礼品がね値上がりしてしまうかもしれないので9月中に返礼品の申し込みをしましょうというね動画だったんですけども、一部の商品はこの制度改正後もまだね値上がりがしていなかったので、今日はそういった制度改正後の今でもお得な寄付額でお取り寄せできるおすすめの返礼品をまとめて紹介します。あと前回紹介したものだけではなくて、その後ね視聴者さんからいろいろ教えていただいて、これね美味しかったんでぜひここに納税してこの返礼品ねいただいてみてくださいっていう風にね教えていただいたものもねいくつかあったので、そういったね新たに取り寄せてみたらめちゃくちゃ美味しかった返礼品なんかもねまとめて紹介しますので、前回の動画を見ていただいた方もねぜひ今回もご覧いただけたらと思います。ふるさと納税の寄付は12月31日までですので、まだ寄付先を決めていない、返礼品を決めていないという方はねぜひこちらの動画参考にしていただけたらと思います。はい、そんなわけでおすすめの返礼品を紹介していきますが、その前にまずふるさと納税の仕組みやメリットを簡単におさらいしておきます。このねふるさと納税の説明の部分はもう分かってるよという方はチャプター切っておきますので、おすすめの返礼品のところからねご覧いただけたらと思います。ただまだふるさと納税よくわからない方もいらっしゃると思うので説明していきます。ではね簡単に説明していきますが、ふるさと納税は一言で言えば豪華なお返し付きの住民税の前払いです。毎年年収と諸々の控除額に応じて翌年の住民税が決まります。例えば先ほどのシミュレーターみたいなのを使って翌年の住民税が5万円になりそうだなってなった時に、通常であれば自分が住んでいるところ、僕だったら今東京なので東京都に5万円を納税します。納税時期は翌年2023年に確定した住民税は2024年の6月から納税することになりますが、これを今年中2023年中に自分が住んでいるところ以外の自治体に納税できる制度がふるさと納税です。こう東京に住んでいながら北海道の自治体に寄付する、納税するということができちゃうということですね。本来翌年に自分の住んでいるところに納めるべき住民税を今年中に地方の自治体に納めるので住民税の前払いとなるわけです。ただ今の時点では翌年の住民税の納税額がまだ完全にね確定していないので、いくらぐらい納税したらいいかわからないし、余計に納税しちゃって損したりしないか不安って方もねいらっしゃると思うんですけども、そういった方には先ほどから何度か言ってますけども、ふるさと納税のサイトについている予定納税額のシミュレーターというのですぐに算出することができます。でふるさと納税はねいろいろあって迷うところなんですけど、まあ有名なところだと楽天のふるさと納税サイトですかね、あとはさとふるとかふるさとチョイスとかいろいろありますけども、個人的にはね楽天が分かりやすいし返礼品も豊富なので選びやすいと思います。僕もずっとね楽天使ってます。これね楽天のサイトなんかちょっと分かりにくくて、トップページから入るとふるさと納税のページがねどこにあるか分かりにくいんで、ちょっとこれ一応リンク貼っときますね。概要欄にリンク貼っときます。でこれが楽天のふるさと納税のサイトなんですが、ここのまずは寄付限度額をチェックというのがありますので、これをタップします。そうするとこういった簡単シミュレーターというのが出てきます。ここのステップ1のところに今年の想定の年収を入れます。例えばじゃあ300万円と言いましょうかね。
で独身か既婚かっていうのを選びます。で僕は独身ですよね。独身を選んで扶養家族かいるいない、これもいるいないを選んで、そうするとあなたの寄付限度額目安は 29,717円というふうに出てきました。これが今年ふるさと納税で寄付できる限度額になってきます。あくまでこれはねシミュレーターなので目安というふうに捉えていただきたいんですけど、まあ大きく前後することはないと思います。なのでここの想定年収のところを、まあ、今300万と入れましたけど、さっき150万だったら得ですよみたいな話をしたと思うんですが、150って入れるとこんな感じで9388円、これが寄付限度額になります。このように簡単に算出されるので、これを上限として年内に地方自治体に寄付するという形で納税します。こんな感じで、じゃあ例えば翌年の納税額が5万円になりそうだってなってきた時に、5万円を地方自治体に今年中に納税するんですけども、これだけだと翌年納税する5万円を今年納税しているだけで節税にもならないし損も得もしていないじゃんっていうふうにね思う方もいらっしゃるんですけども、ふるさと納税の最大のメリットはここからで、この限度額つまり納税額に応じた返礼品がいただけるということですね。例えばこれが楽天のふるさと納税の実際の寄付をする画面なんですけど、こちらの北海道の紋別市に14,000円寄付をすれば、このオホーツク産の冷凍のホタテ 1kg がいただけます。でこの画面見ていただくと分かると思うんですけど、返礼品もね普通に楽天市場とかで購入するみたいにこう商品ページを見ることができますし、このね下の寄付を申し込むというボタンを押して、この次のページでまあ読んでね、このページのこと理解しましたかみたいな理解とか、あとは寄付金の用途どういうふうに使ってもらうかっていうのを自分で選択することができたり、もう例えば市長にお任せみたいなとか、まあ、こういう感じでいろいろ選んでいって、この基本的な許諾みたいなのをチェックしていって、であとはこのワンストップ制度の利用するかしないか、これちょっと後で説明しますけど、これのね希望するしないっていうのを選択して、それで寄付を申し込むという風にすれば、普通にショッピングするみたいな感じで寄付することができます。この画面もねめちゃめちゃ簡単ですよね。こんな感じで簡単に納税することができます。でここでたまにホタテ 1kg が 14,000円は高いっていう風にね勘違いする人がいるんですけども、これ14,000円でホタテを買っているんじゃなくて、ホタテはねあくまで返礼品、お返しの品であっておまけなんですよね。今まではただ住民税として東京都に僕は支払っていた14,000円、これを北海道紋別市に納税することでホタテ 1kg がおまけでついてくるんですよね。でちなみにホタテ 1kg をネット通販で普通に買ったらねだいたい4,000円ぐらいでした。これがおまけでついてきちゃいます。なのでどう考えてもお得なんですよね。で一応参加費というのがありまして、ふるさと納税をするには2000円の参加費が毎年必要になります。でもこれも返礼品ごとにかかるわけではなくて1回だけ支払うので、あとはね返礼品を1つでも受け取ったらもう十分回収できる額だと思いますので、合ってないような参加費です。あとよく聞かれるのが確定申告が面倒という話ですよね。納税なので、まあ、確定申告は必要になりますが、これもねめちゃくちゃ簡単です。先ほど後から説明するといったワンストップ特例制度というのを使うことができます。ワンストップ特例制度を使うにねこうチェックを入れて申し込めば、返礼品が送られてきた時にその中に同封されている書類がありますので、これもね簡単な書類なので、ここに必要事項を記入して返送するだけでよくて、これだけで確定申告は不要です。確定申告なくて書類を書いて送り返すだけで住民税は正しく納税されて、翌年住民税を催促されることはなくなるという風になります。ただこのねワンストップ特例制度を使うと一つね制限はあって、ふるさと納税を行う自治体が5団体以内にね限られる、制限されるというのがあります。なので6団体以上に納税していろんなところからねお取り寄せしたいっていうのはできなくなるんですが、まあ一つのところからねホタテを2キロ3キロとね取り寄せるとかもできたりしますので、まあ、制限はねこれぐらいなので、まあそのあたりはね5団体以内に収めるっていうのは工夫でいくらでもなると思います。でワンストップ特例制度の制限はねこれぐらいなので、もう本当ね難しいことはないですし、やっぱりねお得だと思います。ちなみにこのワンストップ特例制度を使う場合、マイナンバーカードを持っていれば、スマホとマイナンバーカードだけあれば申請することができます。この場合はね書類の送付も不要になります。めちゃめちゃ楽です。こんな感じでとても簡単ですので、確定申告をしたことがない会社勤めの方も安心してねワンストップ特例制度を使って簡単にふるさと納税してみましょう。はい、おさらいするとこんな感じです。わからないことがあれば遠慮なくねコメントで質問ください。はい、では次はねいよいよおすすめの返礼品を紹介していきます。
はい、ではふるさと納税のおすすめの返礼品紹介していきます。今回もね、僕が使っている楽天のふるさと納税サイトからおすすめの返礼品を紹介していきます。紹介した返礼品は概要欄にリンクも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。この返礼品ってね、食品からもう日用品までいろいろあるんですけど、全てのジャンルからおすすめの紹介をするとね、ほんと果てしなくなるので、今回も食品を紹介していきます。まずはこちらですね、先ほども出てきましたが、北海道の紋別市の冷凍のホタテ 1kg です。こちらがですね、なんと値上げされませんでした。1万4000を維持してくれました。これね、ありがたいですね。ほんとこの写真の通り、大粒のホタテでプリプリで甘くてめちゃめちゃ美味しいです。スーパーで買ったホタテと比較ありますけど、実際これ僕も届いていただきましたけど、本当にね、大きいホタテでした。冷凍なので食べたい時に食べたいだけ解凍していただけるというのが良くて、まずこちらね、こういう風にお刺身でいただいてほしいですね。もうほんと刺身でいただいてもトロトロでめちゃめちゃ美味しいです。刺身でいただいてもいいですし、ちょっとこうね、表面だけ炙っていただくっていうのもね、美味しいですし、あとこういう風にクラムチャウダーみたいなの入れても美味しいし、あとこういう風に炒めても美味しいですね。バターソテーしたりとか、あとブロッコリーとかと一緒にオイスターソースをちょっと入れてね、絡めるだけでも、もうそれだけでもめちゃめちゃ美味しかったです。あと僕アヒージョで食べたりもしたんですけど、アヒージョはね、本当美味しくいただけます。ぜひアヒージョ試してみてほしいです。冷凍なので使いやすいし、本当に美味しいので、僕ねこれ2セット今回は、ね、購入しちゃいました。僕ほんとこれ一押しなので、ぜひねこちらまだ試したことない方ね、試していただきたいですね。はい、まずはこちらのオホーツク産のホタテ 1kg、 こちら値上げしなかったのでおすすめです。続いてこちら、北海道白糠町のエンペラーサーモン 900g です。こちらが寄付額1万5000円ということで、これもね値上げされませんでした。よかった。脂が乗ったねトロトロのサーモンで、僕これ一昨年ぐらいからですかね取り寄せてますけど、ほんとね脂が乗っていて甘くて美味しいです。スライスして刺身でいただいたり、あとサーモンアボカド丼とかでね食べたりしたらね、ほんと美味しかったです。あとこういう風に表面を焼いてムニエルにしたりとか、薄切りにしてサラダみたいにね、カルパッチョみたいにしていただいたりとか、表面だけ炙っていただくとかもね、ほんと美味しいんですよね。中がトロトロで表面がねちょっとこう香ばしく焼き上がった感じで、これめちゃめちゃうまいんですよ。なのでこのエンペラーサーモンね、 900g で結構ボリュームありますので、おすすめですね。続いて佐賀県唐津市の九州産黒毛和牛ハンバーグですね。こちらも 140g が12個で1万2000円の寄付額なんですけど、これもね値上げされませんでしたね。これもねご覧の通り美味しいんですよね。肉汁たっぷりでジューシーなハンバーグで、こう結構ね手作り感があってね、本格的です。ちなみにこちらねソースがついていないので、ソースはねお好みで選んでいただくことができます。ほんとこんな感じでね、かなりジューシーな、もう肉感のあるねハンバーグなんですけども、つなぎはあまり使っていないので、レトルトハンバーグみたいなこう安っぽさがね全然ないです。調理も簡単で、解凍しないでそのままねフライパンに置いて焼くだけなので、まあ、ちょっとねじっくり焼く感じになるので時間はかかるんですけど、まあ、その分ね肉汁が滴って美味しいハンバーグがいただけます。これもねおすすめです。ほんと美味しいですよこれ。続いてこちら、岩手県花巻市の厚切り牛タン 1kg です。こちら寄付額が1万5000円ですけど、これもね値上げされませんでした。よかった。これね僕毎年頼んでるんですよ。今年も美味しすぎてね、こちらも2セット購入しました。塩だれにじっくり漬け込んだ厚さ1センチぐらいある牛タンなんですけど、これがねほんと美味しい。ごま油で焼くとね絶品です。こんなに肉厚なんですけど、非常にね歯切れも良くて柔らかくて、ちゃんとねシャクシャクとねこう噛み切れる感じで、しかもねこういう風に切り込みが入っているので、より食べやすくなっています。ちゃんと牛タンのボリューム感を感じながら、それでいて食べやすいっていうね。でもちろん味も絶品で、ほんと焼肉屋さんで食べる結構こう高級な牛タンを食べてる、そんな感じでねいただくことができます。こういう風に 500g かける2パックで来るんですけど、どちらもね冷凍されてるので、食べたい時に自然解凍させてごま油で焼いていただけばね、ほんと絶品なので、ぜひこちらもね試していただきたいです。もうタレとかなしでもこれだけで美味しくいただけます。このね岩手県花巻市の厚切り牛タンも、こちらもねおすすめです。続いて宮崎県宮崎市の国産うなぎのかば焼きです。こちら 430g のうなぎが3尾入ってます。でこちらも寄付額1万6000円ということで値上げされませんでした。これもですね、こんな感じでかなり肉厚でふわふわトロトロのねうなぎのかば焼きです。臭みとかも全然なくて、本当は食べ
りやすいですし、熱々のご飯の上にこれ乗せてね、うな丼にしていただいたらね、もう本当美味しい。こういう風に真空包装されてタレもちゃんとついてきます。あとね、山椒もついてくるので、もうそのままいただけるという感じですね。調理もお湯で温めたりとか、フライパンで温めたりとか、あと電子レンジで温めることもできますので、簡単にね、ふわふわのかば焼きがね、いただけます。こういうのでいただくとね、納税してこんなね、お礼品をいただいちゃっていいのかってね、ちょっと恐縮してしまうぐらいにね、美味しいかば焼きです。ほんとこれもね、おすすめですよ。はい、続いてこちら、これは今回初めて僕寄付してみたんですが、めちゃめちゃ美味しかったです。宮崎県都城市の宮崎牛九州盛り焼肉セットです。これね、ほんと美味しかった。サーロインとかイチボとかマルシンとかザブトンとか、こう焼肉屋でも人気のメニューが九州盛りになった霜降り肉のセットです。ふわふわジューシーで、口の中に入れたらね、とろけます。肉の甘みとか旨味がよく出ていて、ほんと美味しかったです。で、今までもね、実はふるさと納税で牛肉いろいろ頼んでみたりしたんですけど、結構ね、ふるさと納税の牛肉ってハズレ多いんですよね。だけどこれね、大当たりでした。もう過去頼んだ牛肉の中で一番美味しかったです。寄付額に余裕があればもう1セットぐらい本当頼みたかったなと思うような美味しさでした。なので今からね、ふるさと納税する方、これ絶対おすすめです。あとこのついてくるタレもね、ほんと美味しかったですね。肉本舗黒タレというのがついてきますが、こちらもかけていただくとね、ほんと美味しいので、ぜひね、試していただきたいです。続いてこちら、福井県敦賀市の大型むきエビ約 1kg です。こちらが寄付額が量に応じて変わってくるんですけども、1万1000円からです。こちらも今回ね、初めて寄付したんですが、これもね、美味しかったです。先ほどね、ホタテを紹介しましたけど、あのホタテと一緒に炒めたりとか、アヒージョに入れていただいたりしたんですけど、もうね、ほんと大きくてプリプリでね、めちゃめちゃ美味しかったです。味もしっかりしていて、これ単体でね、こうソテーして食べたりしても美味しいですし、さっきみたいにね、他のお野菜とかと一緒に炒めたりとか、卵とね、一緒に炒めて中華炒めみたいな感じにしてもね、美味しいですね。あとこれ冷凍で届くんですけども、ちゃんと背わたも取ってあるので、まあ、そのまま調理できるっていうのもね、ありがたいですよね。手間がかからずすぐに使えるっていうところもね、まあ、嬉しいところだと思います。ほんとこれも美味しかったのでおすすめです。続いてスイーツですね。山形県上野山市の上野山州です。こちら6個入りで3500円。実はこれね、3000円から500円だけね、値上げされてしまあったんですけども、3500円になってもおすすめできるね、美味しいシュークリームです。こちらは返礼品ランキングでいつもね、上位にいる大人気なシュークリームなんですけども、山形県産のブレンド米のつや姫というのを使った米粉のシュークリームなんですね。こちらも冷凍で届くので、解凍して食べてもいいし、冷凍庫からね、冷蔵庫に移してちょっと半分凍ったままアイスシューみたいな感じで食べてもいいと思います。僕ね、このアイスシューで食べるのが好きで、もう結局6個届いたやつ全部ね、アイスシューでいただきました。めちゃめちゃ美味しいです。これね、ほんと美味しいんで大人気らしくて、こんな感じで最大ね、6ヶ月待ちになっちゃってます。なので今頼むとね、いつ来るか分かんない感じになってしまうんですけど、こうふるさと納税っていっぺんに頼むと、さっきみたいにね、冷凍で届くものが多いので、冷凍庫がね、パンパンになっちゃったりするんですよね。なのでこういう風に時間差で届いてくれるのがね、むしろありがたかったりする時もあるので、まあね、今のうちに頼んでおいて、届いてね、すぐに冷凍庫から冷蔵庫に移して、もうすぐ解凍していただいちゃってもいいと思いますので、最大6ヶ月待ちでもね、頼んでいいものだと思います。一度食べてほしいですね。めちゃめちゃ美味しいです、こちらも。まあ、こちらね、寄付額が3500円なので、例えば先ほどの150万円の人は、参加費2000円払っても、だいたい7000円ぐらいの納税はできると思いますので、この上野山州をね、2セット頼んでも、計12個届きますけども、それでもね、7000円なので、こういったね、返礼品をいただくってこともできますね。スイーツでは上野山州おすすめです。続いてこちら、熊本県長洲町の熊本梨約 3.5 キログラムです。こちら寄付額7000円で、これね、甘くて美味しかったんで、おすすめしたかったんですけど、今年はね、このように売り切れになっちゃってました。今見たらね、もう売り切れちゃってました。ただこれね、僕は来年もリピートしようと思ってるぐらい本当美味しかったので、ぜひ皆さんもね、来年試してみてください。本当甘くてみずみずしくて美味しかったです。こちらね、ぜひ来年もね、出てくると思いますので、試してみていただけたらと思います。ごめんなさい、今年はね、もっと前に紹介すればよかったんですけど、もうね、遅かったです。終わっちゃってました。でも来年に向けてということで紹介させていただきます。熊本県長洲町の熊本梨約 3.5 キログラムセットです。はい、最後はこちら、長崎県須坂市のシャインマスカットです。
こちら約 1.2kg で 12,000 円でした。これもめちゃめちゃ美味しかったんですけども、ご覧の通りね、寄付は締め切っちゃってました。10月までがシーズンだったので、もう今はね申し込めなくなっちゃったんですけども、こちらね本当に美味しかったので、ぜひね来年のふるさと納税の時はこちらチェックしてみてください。もうめちゃめちゃ甘くて美味しかったです。こちらもかなりおすすめです。はい、そういったわけで今日はふるさと納税のおすすめ返礼品を紹介してみました。来年の住民税の分のふるさと納税は今年の12月31日までになりますので、ぜひねまだやったことない方もふるさと納税をしてみてください。このチャンネルではこうした暮らしに役立つ情報もお届けしていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。